皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。やっちまったなぁ、という感想が正直なところだよね。まさかの中国戦スコアレスドロー。これはなんというか。言い訳をするならばだけど、先発11人全員を入れ替えたことや、大会へ向けた準備期間をほとんど取れない中での急増チームだったこと。でもそれって本当に言い訳ですよね。前もって日程も発表されてたし、その中で例えば横浜 F マリノスや広島からまとめて招集する形をとってたと思うのですが、やっちまったなぁ、というのはまさにそこなんだよね。というと、この中国戦、先発を11人入れ替えた。ここまでは想定内だよね。で、日程的にきつかった広島の選手は初戦は使わず。ですね、そして中国戦で一気に先発に起用したという認識です。そこで確認したいのが広島の選手たち。森保監督は招集する際に、チームとして攻守ともにアグレッシブに戦う姿勢が見えている中で、チーム戦術の中で輝きを見せている選手を今回は招集させてもらった。こうコメントしているんだよね。広島自体はリーグでも上位につけてます。そういう意味では納得なんですが、中国戦での日本のシステムは 4-2-3-1。しかし広島はリーグを3バックで戦ってるんだよね。そしてその異なるシステムに対して招集した広島の選手を当てはめた。右サイドは横浜 F マリノスの宮市、小池で固めて、左サイドは広島の佐々木、野津田、森島あたりに託した形だね。システムを例えばこの試合だけでも3バックでやってみるとか、そういう工夫が必要だったのかもですね。工夫と呼べるレベルでもないけどね。両サイドを比較すると右サイドの横浜 F マリノス組は躍動してたのに対して左サイドはちぐはぐな印象。特に左で起用された森島かな。本人も過去のクラブでの左サイドでの起用に対しては、ギャップで味方からのパスを引き出して、そこから横や斜めからボールを奪いに来る相手をかわすドリブルの方が得意。サイドで面と向かって1対1を仕掛けるドリブルは、ボランチであまり経験してこなかったので。とサイドでの適性については本人も苦手なようにコメントしている。それでも今の森島ならば左でも問題なくプレイできると思ったってことでしょうか。ただ印象としては慣れないサイドハーフで終始苦戦したって印象だよね。実際、森島は今季19試合に出場してすでにキャリアハイの6ゴールを記録。サンフレッチェ上位躍進の立役者の一人と言っていいと思うし、代表招集も納得できるものだったんだけど、基本中央でプレイしながら、攻撃にアクセントを加えながらも2列からも飛び出せる選手。中央で結果を出していた選手をシステムに当てはめていった結果、広島の選手が多くいる左になんとなく当てはめた。そう思われても仕方がないよね。森保監督は試合後に、右サイドは宮市、小池にトップ下が絡む、そういうイメージで非常に機能していた。得点に至ってもおかしくないプレーができた。左サイドはチャンスは作れていなかったが、右で突破してチャンスを作れていたので、右サイド中心で問題ないと思っていた、とコメントしている。逆に言うと、左サイドは機能していなくても右サイドが大丈夫だから OK ってことですよね。そうだね。つまり中国は右サイドに気をつけて、機能してない左サイドはそこまでケアしなくても良いってことだね。先発が思ったより機能していないなら選手交代など監督として打つ手はある。宮市と小池の関係性で言うと、森島と佐々木。この二人はクラブでは中央より、佐々木は左サイドバックの経験はあるものの、クラブでは3バックの左だからね。佐々木はワイドに構えたものの、森島は無意識になのか、中央にポジションが偏って機能しない。その中で後半17分に佐々木に対して湘南の杉岡大輝を投入するものの、その位置関係は特に変わらず、残り10分ぐらいでやっと森島に変えて相馬を投入すると、そのあたりは解消されてチャンスは作れるようになった。この辺の選手交代の不手際は批判されてもしょうがないと思うよ。U23 と言っても良い中国にスコアレスドローですからね。当然決定機を決めきれなかった細やらフォワード陣にも責任がないわけじゃないけど、左サイドの機能不全は明らかに選手起用によって引き起こされたものだね。なんともコメントがしづらいですね。試合終了後の森保監督のコメントをもう少しまとめてみると、まず総括を求められて、試合は結果的に勝てなかったのは反省しないといけないが、プレイした選手は準備段階から試合でできる最大限のチャレンジをしてくれたので評価したい、とコメント。続けて、香港戦から総外した中、この準備期間で練習し、実際に勝った、負けたの結果で見るところ以外では、前半のボールの動かし方は、1戦目よりチームとして意思統一されて動かせている。ロストの数で言うと今日は少なかった。
いやいや、相手は A 代表とも言えないような力関係ですよね。さらに韓国戦について問われると、中2日を考慮して、コンディションを見る、第1戦のメンバーを中心にするかミックスにするかは今後考えていきたい。とし、必要なものを問われると、ハードワークする部分、守備の局面でガチ、連携、連動すること。攻撃では主から攻への素早い盾を使った攻撃プラス、サイドを起点に攻撃する。この短期間で選手は使い分けてくれている。とここでも選手を評価。この2試合で無失点なのは守備は結果を出してくれている。次は攻撃のところで得点し、優勝をつかみ取りたい。と締めくくっているね。B1 は韓国戦以外は勝ち以外ありえないと思ってたんですが、私が舐めすぎですか？いや、その認識で合ってると思うよ。J リーグのレベルを考えればそれがノルマ、心象も許されないレベルだと思う。それを証明するかのように中国メディアはこの結果を受けて、5バックを軸とした守備陣は最後まで集中を切らさず、日本の選手たちを大いに悩ませただろう。ついに屈辱的な歴史に終止符を打った。対日本戦の4連敗を止めただけでなく、12試合連続失点の悪しき流れも断った。掴んだ自信は小さいかもしれないが、前進するには十分なものである。ヤンコビッチ監督の修正も見事だった。と手放しで称賛。さらに優勝を争うと目されている韓国のメディアもこの結果に、無意味なポゼッションだった。終盤、両チームはゴールを決めるために猛攻を仕掛けたが、試合は引き分けで終わった。最悪の決定力を見せ、残念な試合を終えた。とばっさりだね。前評判から考えるとこれは予想してなかった結果ですもんね。世間の反応もいくつか。どれもひどいものばかりだね。森保監督はこのチームの選手たちにどんな役割を期待してたのか？急増とはいえチームと呼んでよかったのだろうか？個人の力で打開できなければ無策。海外組だろうが国内組だろうが、この図式は変わらない。広島の選手を呼ぶなら、広島の監督ごと呼ばないとな。伊藤が宮市になり、南野が森島になった。本当にただそれだけ。がっかりした。選手に同情すらするレベル。ただ代役を当てはめただけ。選手の特徴、今季のプレイなどを生かす気はないのか？広島サポだけど、これなら呼ばない方がマシだった。佐々木はまだしも森島をサイドで起用するとは思わなかった。比較的機能していた右サイドは選手交代。左サイドは終了間際まで放置。勝つ気がなかったと思うしかない。理解できない。ハリルホジッチの時のようなバタバタは正直見たくはないと思っていたが、この試合で変わった。韓国戦も負けて更迭して。このメンバーでのこの結果をどう評価していいのかわからない。監督のせい？選手のせい？うろたえる選手とその選手をただ見守り、評価する監督。茶番だわ。って厳しいですね。内容も良くないし、スポーツは結果が全て。特に代表戦はそういう立ち位置だからね。韓国戦の結果はより一層厳しく問われるだろうし、敗戦。しかももし点差がつくようなら。もしかして、もしかしますかね？この日のスタジアムは1万5000ほどの観客。折しも同日に行われた PSG の公開練習には約1万8000人ほどが詰めかけた。代表人気の凋落の一発がこの結果にあるならば、手を打つ可能性もあるね。韓国戦こそ、内容と結果を見せてほしいですね。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。